こんにちは、シェフトピアです。ということで本日は、お店お休みなんですけれども、いろいろ試作をしております。クリスマスのねコースの時の試作動画が割と好評だったので、今日はちょっとその試作の部分を少しお見せしようかなと思います。で、何の試作かと言いますと、ちょっと詳しくは概要欄ご覧ください。なんとですね、3月1日2日と2夜連続で奥田シェフと僕が作るスペシャルディナーショーみたいなねものが開催されることになりまして、一応3月1日は僕のこのフローリアでお店でやります。奥田シェフに来ていただいて、で3月2日の方は、白馬のラネージュっていう場所で、1日と2日場所も違いますし、料理内容も違ってきますので、興味ある方は概要欄からぜひチェックしてみてください。奥田シェフとのこのコラボディナーに関しては、信州野菜、これがメインテーマなんですよ。で、今日の動画でお見せするのはこの魚料理でございます。スズキがメインではないんですよね、僕の中でのテーマとして。今回のテーマ食材、今回は冬の根菜を使ったソース、それをメインに使用したいなと思ってるんですよ。で、この人参を美味しく味わうために脇役としてスズキがいるっていうニュアンスです、僕の中でね。今日そこら辺を踏まえてお楽しみください。じゃあ行ってみましょう。この塩と砂糖でそれぞれね、やっぱり締め方もニュアンスが変わるんですよ。今回は3パターンでね、いこうかなと思ってまして、魚の重量の 3%、塩締めと砂糖締め、あとはその両方、加熱方法を3つ試したいので3等分か。まず3つに分けて、火入れは今回3つやろうと思っていて、1つがフライパンでソテーしてからロースト、もう1つが低温調理、もう1つが素揚げで、中はレア状態で仕上げていきたいと思うので、まずちょっとマリネからしていきますね。じゃあこれがまず砂糖締め、これ甘くならないのか心配になる方いらっしゃるかもしれませんが、そこら辺はね問題ないです。で、これが塩ではね皆さんよく締めると思うんですけれども、で、もう1つはサーモンマリネと同じように塩と砂糖を1対1で割ったもの、それを 3% 程度、一旦20分ほど置いておきます。人参のソースなんですけれども、これに関してはちょっとね、ショート動画を今日ちょっと撮影、別の動画でね撮影しながらやってるんで、それをご覧ください。はい、そんな感じで出来上がったのがこういう感じのね、これがね本当に甘くて美味しいんですよ。これ目つぶって食べたら多分ね、さつまいもですかみたいな、そんな感じ。甘みと香ばしさのあるこのソースに合わせる魚料理はどんなものかなっていうところなんですよ。もうソースはこのベースでいくって決めてるので、もしかしたら人参じゃなくなる可能性はあるけど、だいたい今20分ほど経ちましたので、結構ドリップ出ましたね。これが砂糖。じゃあ一旦これでマリネができたので、さっと水で洗い流して一旦フレッシュの状態で味見をしてみます。フレッシュ状態で食べてみますね。これが砂糖、塩で、どちらも。じゃあまず砂糖締め、臭みは抜けているし、多分言われなきゃ分かんない程度に甘みもでも若干感じるかな。塩、これは結構塩味がいい感じに下味が入ってるって感じですね。で、両方やっぱりなんだかんだ一番バランスがいい気がしますね。やっぱり抜け方にちょっと差が出るって感じですね。これ分子の大きさによるんですけどね、塩の分子の大きさが58点いくつで、砂糖が340いくつとかだったと思うので、要するに塩の方が細かいんですよね。分子が細かくて食材に入りやすいと言われているので、やっぱり塩の方が味覚で感じる場合も感じやすい感じですね。ただ今回はねフレッシュで食べるわけじゃないので、ここから火入れをしてみて、それぞれどんな感じになるのか、これちょっと楽しみですね。やってみます。よし、じゃあ低温調理はボニークで50度で、低温調理の場合はレア仕立てっていうよりもその温度でしっかりと均一に火を入れようかなと思います。オイルだけで、もう本当にこれだけで低温調理は火入れをします。一旦様子を見たいんでね、あんまりここで味付けちゃうと分からなくなっちゃうんで。はい、じゃあこの2種類、
1個はフライパンでソテーしてから軽くローストもう一つはちょっと高温の油でもう一気に周りだけちょっとこうリソレするようなイメージで素揚げちょっと強めの火加減で周りだけねささっとリソレをしてでローストにかけていきます。砂糖これが塩でこれがミックスで表面だけやったら砂糖塩ミックスオーブンに入れします。これはもう2分とかでいいでっていいと思いますね。よしで今ちょうどなったじゃあボニークもなったので入れていきます。ボニークはちょっと名前書いてきましたこういう感じで最後はまあ素揚げというかまあでも素揚げに近いかな200度ぐらいまで揚げてもうほんとジャーッとじゃあまず砂糖素揚げしていきます。これは10秒ぐらいでいいと思うんだよね。よしこれで砂糖が OK でしょ。次塩はい、火入れが終わりました。こっち側がローストソテーしてローストした方で砂糖塩ミックスで、こっちは今のフリット砂糖塩ミックス。じゃあまず砂糖のこのローストしたやつ。ああいいね、この中がねレア状態になってで、これが、190度の油で、まあ、10秒10秒ぐらいずつ火を通したもの。あ、こっちの方がレア感はやっぱり強いね。よし、じゃあ実食。じゃあまずローストにした砂糖、やっぱりフレッシュの時には感じなかったけど砂糖でこうマリネしてる分本当にほんかに感じるな。次塩、これ下味の塩も何も振らずにねマリネだけでしたけど下味の塩の役割も果たしてるかなって感じ。ミックス、もう何もつけないで食べた場合はミックスが一番食べやすいかもしれない。次は素揚げしたバージョン、素揚げの塩。うーん、やっぱり熱通したやつはほのかな甘みを感じる。単体だったらこっちの素揚げの方がいいけど、だソースがピュレだからね。どうだろう、まあ、今日はほとんど味はもうつけないでね、素材の味だけで味を見ます。これやっぱりいろいろね逆に調味をしちゃうとそっちで美味しくなっちゃったりするから、ソースありロースト砂糖、甘みが本当に際立つローストの塩。やっぱり人参のソースが甘いから塩の方がいいかもな。ミックス塩もいいけどこれミックスもありだね。悩ましいね。じゃあまず砂糖ね、砂糖甘すぎる。塩おいしい。ミックス、魚を味わうっていう意味で考えたらミックスの方がやっぱほのかな甘みも感じられつつ塩でクッと締めてくれるので、魚をメインにするんだったらこのミックスのでいきますが、今回はあくまで主役はこの人参のこのピュレなんで、これを際立たせるということで考えるとやっぱ塩だね。でやっぱりねこの低温調理は柔らかく仕上がるんだけど、こっちがねピュレにして食感がないから、やっぱりこれちょっと食感ないもの同士で面白くないから、これ却下。このレアの部分がやっぱりいい感じの食感になるので、食感が残るので、そうなるとこの瞬間素揚げだね、瞬間仕上げの塩、マリネと火入れはそれで決めました。まあ、という感じで今日だいぶ地味な動画になったと思いますけれども、まあ、つってもあんまりにもちょっと地味すぎるし、一応皿盛りしようか。メインがもう人参のピュレなんでね、これがメインですから今回なんで、あんまりガルニもいらないかなっていう。マイクロハーブをそれで人参のマイクロハーブとかにしたら面白いんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、イメージ的にはこういう感じのシンプルな仕立てにしようかなと思います。なかなかね、こんな試作一つとっても、今もう4時過ぎなんですけど、昼前には来ていろいろやってたので、こういう火入れだのなんだの一つやるだけでもやっぱ何時間かかかっちゃうんで、まあ、休みの日じゃなくてもいいんだけど、こうやって時間がこうある中でね、作るとやっぱり作りやすいですね。他に気使わなくていいんで、まあ、ということで、また次回も何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょいちょい。